歌謡亭のでの朝食です。あ、すいません、お名前伺っていいですか。テルエです。テルエさんが、はい、説明していただきます。お願いします。説明させていただきます、はい。まずこちらがヨーグルト、無糖のヨーグルトになりまして、はい、お好みでそのガラスの器に入っておりますメープルシロップでございますので、ね、はい、こちらをかけてお召し上がりいただきます、はいはい。お料理でございますが、まずこちらの蓋揚げ器に蓋開けていいですか。こちらは天然の岩のりでございます。もう下の方炭火で温めておりまして、もう出来上がっておりますので、はい、お好みでお醤油をつけてお召し上がりくださいませ。つまりパリパリになっていたね。はい、そうですね、はいはい。あとこちらが白山の麓にありますところの片豆腐というお豆腐でございます。少し昆布で軽くですけど締めておりまして、横にわさび味噌を添えてございます。はい、はい。あとその横が、こちらは加賀の丸いも、こちらも加賀野菜でございますね。丸い芋という芋でございまして、すごく粘りが強くて、それこそ自然薯みたいな感じの粘りが強い芋でございます、はい。ほうれん草のおひたしでございますね、はい。あと塗り の蓋の器ですね、はい。こちらがお茶漬け昆布という昆布をご用意させていただいております。これ売ってたの、ね、はい、そうです。売店でも販売させていただいておりますが、こちらご飯につけていただいても、そのままお召し上がりいただいても結果でございます。はい。あとこちらに湯豆腐をご用意させていただいておりますね。これも炭火でちょっと温めておりまして、はい、はい。こちらが、薬味でございます。薬味、はい、薬味、うん、これは薬味やけど、はい、どこ入れる、あそこに入れて食べる。あ、今こちらにあるのね、はい、今お取りしますね、はい。あとこちらお魚がハタハタとタラコでございます、うん。タラコは生でも、その横の方で昨日と同じ場所で焼かせていただきます。炭で、はい。タラコは生でもお召し上がりいただけますが、お焼きしてもよろしいですか。軽くあぶりますか。明太子のことやね。あ、いや違う、からしじゃなくて普通のタラコです。辛くないやつですね。ね、じゃあ一つだけ焼いてもらっていい、はい。こんな比べられる、はい、比べられるっていうか、ちょっとね、楽しむ違う。はい、かしこまりました。お一つを焼いて、一つ 1.3 分ぐらい、何そんなん、 1.25、 まあ一つだけ、じゃあ、はい、3人でちょっと一口ずつね、はい、焼いたものは一つご用意します。はい、はい、かしこまりました。あと、だし巻き卵とお味噌汁は出来次第ご用意させていただいて、今ご飯をつけさせていただきますので、はい、ありがとう。加養亭です。加養亭、山中温泉で朝食で、ハタハタとたらこを焼いていただいてます。お願いします。ちょっとあまり詳しくないんですけれども、このその四角い、これってね、何なんですか。コンロですね。コンロ、はい。その中に炭を、あ、というか炭を入れて、はい、うん、であの赤金の網で焼いております、はい。なるほど。ただ深海魚で鱗がありませんので、あ、はい、そのまま食べられるんですが、ちょっとこの網にひっつきやすい。ああ、どうぞ、どうぞ、すいません、失礼いたします。ハタハタって海の魚、ね、そうですね、はい、底引きで取れる深海魚だと聞いております。はい、うん。じゃあ出来上がったもん楽しみです。お願いします。ありがとうございます。さっきの案内後、ちょっと他のもんも出されました。こっちの方が、味噌汁、美しい、これ器っていうのは何ていうの、うん、器、お椀、お椀が美しいね、おっと、模様が美しい。でこっちに、卵焼き、だし巻き、だし巻き、そう、だし巻き、これは岩のり、普通の海苔と違う。で、今、ハタハタと、あ、ちょうど来ました。日本の旅館なので、男性に先に出されてますので、それは
アメリカとは違います。これがハタハタと、やこっちには焼きタラコ、今のところ何が一番印象的？全部いい。あ、そう。パルさんは？この丸いも気に入った。え、丸いも。あ、丸いもね。うん、なるほど。はい。自然薯みたいだけど。丸いも。自然薯は細長くて長いね。これ丸いのかもしれないね。うん、いや、そこだ。コロコロコロの自然薯もある。